チャモロ族はミクロネシアのマリアナ諸島の先住民。チャモロはスペイン語のカリアゲタやハゲという意味を表す言葉である。チャモロ以前は外部に対してはタオタオタノと自称していた。本島には紀元前3000年から東南アジア系の移住民が住み着いたと考えられており、その人たちが今日の先住民チャモロ人の祖先とされている。そのことを裏付ける遺跡が ラッテストーンである。また、チャモロ語は、ミクロネシア諸語ではなく住んだスラウェシ語群に属し、遺伝的にも、チャモロ人は、当初部東南アジアに見られる、ハプログループ E を高頻度に持つことから、チャモロ人が、多くのミクロネシア人とは異なりスラウェシ島などの、当初東南アジアから移住してきたことは確実である。スペイン人との接触がある17世紀以前は4万人から6万人の、 人口を保持していたが、1710年の人口調査では、グアムシマトロタ島の人口は3539人に激減していた。人口激減の背景には、スペイン人による殺戮や天然痘などの薬病があるとされている。労働者確保のため、メキシコ人やフィリピン人を移住させる政策を積極的に取ったことにより、彼らとの根血化が進み、純粋な チャモロ族はすでに存在しないと言われているが、チャモロ語については、公用語の英語とともに広く使用されている。母系性のクランが基本単位である。前川刑治、グアム13チャモロ、綾部べを監修、前川刑治、君、棚橋編集、講座世界の先住民族、ファーストピープルズの現在から09オセアニアア書店2005年237ページ。 ありがとうございます。